三大子者の母親を経て、ダベントリー死者フィッツロイニューデゲート家に渡ったアーベリーホール、ウォリックシャー州ヌニートンに所在し、イギリス指定建造物に指定されている。ダベントリー死者は、連合王国貴族の子者区ミュリエル・フィッツロイが1943年に除されたのに始まる。第三大サウサンプトン男爵チャールズ・フィッツロイの次男、エドワード・フィッツロイは、 1928年から1943年にかけて庶民院議長を務めた。その妻であるミュリエル・フィッツロイは、初代ペンディン男爵、エドワード・ダグラス・イコール・ペナントの孫娘にあたり、夫の死後に、ノーサンプトン州ダベントリーのダベントリー女子爵に除された。初代女子爵の死後、その息子のロバート・オリバー・フィッツロイが二大子爵を継承した二大子爵には、 男子がなかったため、その弟ジョン・モーリス・フィッツロイ・ニューデゲートの息子、フランシス・ハンフリー・モーリス・フィッツロイ・ニューデゲートが三大死者を継承した。三大子者の死後はその息子の、ジェームズ・エドワード・フィッツロイ・ニューデゲートが四大子者を継承した。2018年現在の当主も彼である。ありがとうございます。